はい、ひょくまでーす。今、基礎続きから、やっていきますかね。4話目ですかね。まなみとデート中です。全然関係ないけどさ、1話から3話まで撮って、一旦空いたんですけど、すげえ真面目にゲーム実況ってね。ボケとか一切ないことはねえか。まあ、真面目にやっていくか。マネマに連れてこられたのは、洒落たイタリアンレストラン。ふにゃふにゃだな。店を出ない言葉を失った。このイタリアンレストランは、香りの中華が経営する店。どうやらそのことをマナミは知らないの？知らないの？ああ、そう。店内に香りがいるとは思えないが、マナミとが食事に来たのを見られて、後で何を言われたのか分かったものではない。でもさ、この店高いんじゃない？大丈夫、クーポン券があるから。もう僕は入り口にあったメニューを見ながら行った。マナミはさっさと店に入っていった。彼は店内にいませんように心の中で呪文のように唱えてからマナミの後をついていった。まあさすがにいないでしょ、店でご飯食べない限りは。店内をこじんまりとしていたが、落ち着いた内装でいい雰囲気だった。それなりに客も入ってる。結構人気のある店なんだろう。いらっしゃいませ。すぐに僕たちは教室に席へと案内された。まなみディナーのセットを二人分注文した。この店ね、雑誌で評判だったのよ。どうしたの？別に。いい雰囲気の店だなと思って。僕は周囲を見渡した。どうやら店内には香りはいないようだ。ちょっと見るか。レストランについて、香りの違うイタリアン料理店、トラトリアフラグランザモテゾーハラのオーナーシェフ。店の評判は上々で、何度も雑誌で紹介されている。店名の由来は、オープン直前に生まれて香りへの思いを込めている。こじんまりした雰囲気や定期的に変わるメニューが魅力で、リピーターも多い。おすすめの定番メニューは自家製パンチェータとオリーブのリンゲーネ。難しいわ。ひとまず安心といったところだ。ところで、どうしてヒロキ君はキャンプに行かなかったの？物見が首をかじ、傾けながら聞いてきた。僕はドギリとした。素直に答えていいのかどうか。やっぱり正直には言えない。恥ずかしい。なんで行かなかったの？なんとなくかな。って質問に質問で答えないでよ。自分への質問をさらすように聞いた。マナミが僕の顔をじっと見つめてくる。テーブルランプに照らされた彼女はいつもにも増して魅力的に映った。吸い込まれるように本心が口からこぼれそうになる。こうなったらもうどうなってもいい。いちかばちか自分の気持ちをぶつけてみよう。決まってるだろ。マナミのお待たせしました。あら。あ、おいしそう。そうだね。言葉を遮るようなタイミングでテーブルにスープが運ばれてきた。残念なような助かったような。僕は複雑な心境でテーブルの皿を眺めた。どうやらトマトを使ったスープのようだ。具材がなんもねえ。酸味のある匂いが食欲を誘う。いただきます。いただきます。スープ。マナミゴリストな声を出す。僕はスプーンを手にしてスープを静かにすくって口に運んだ。ああ、また。どうして？目の前が真っ暗になった。トマトとは思えない苦味が口の中を支配している。また、あのおぞましい味だ。しかし、こんな上品な店でスープを吐き出すわけにもいかない。そうだよね。デート中だもんね。おまけに目の前にはマナミが去っているのだ。マナミは普通にスープを飲んでいる。どうやら僕の舌は完全におかしいらしい。鼻から焦げ臭い匂いが抜けていく。うわ、困るな。口に入れたままにしているのも限界だった。どうする？どうしたらいいんだ？どうしようね。とりあえずトイレとかに行けばいいんじゃない？
思いは、僕は意を決した。思い切ってスープを飲み込んだ。喉から全身に毒が染み込んでいくような気がした。とはいえ、今更後悔しても後の祭りだった。飲んじゃった。ついに、そうか、今まで飲み込んではないもんね。マナミと別れてアパートに帰ってきた。結局焦げた味がしたのはスープだけで、その後の料理は美味しく食べることができた。僕の舌がおかしくなったというより、あのスープにだけ何かが入っていたようだ。もう僕には訳がわからなかった。仮にこれが悪意のある嫌がらせだとしても、誰が、何のために、どうやって、ここで思考が行き詰まってしまう。誰も僕の頭では答えの見当すらつかない。しかし、早く犯人の尻尾を捕まえたいと、おちおち食事もできやしない。部屋に入るとコップで水を一杯飲んだ。やけに喉が渇いている。コップを握っている指の爪が目に入った。さらに黒い点が増えたような気がする。何か変な病気でなければいいのだが、あまり治らないのなら病院に行った方がいいかもしれない。部屋の電気を消すと布団へと潜り込んだ。楽しかったが疲れた。熱があるようで頭がぼんやりしている。なんか風邪をひいたみたいだ。口で呼吸をする。参ったな。風邪薬の買い置きはなかった気がした。きついね。あ、誰かいる。え、耳元に呼吸する音が聞こえる。僕ではない。僕の呼吸する音ではない。だったら誰の呼吸する音なんだ。わあ、後ろだ。僕のすぐ後ろに誰かがいる。誰だ。誰がいるんだ。すぐにでも確かめたか。ああ、確かめたい。その一方で、体が振り返るのを拒否している。怖い、確かに振り向けない。僕はぎゅっときつく目を閉じた。呼吸音が急に聞こえなくなった。途端に部屋は静寂に包まれた。あなたは、誰？なんだ、今の声。部屋の中を見渡したが、どこにも人の姿はない。だったら、今の声は何なんだ？空耳とかそんなレベルじゃない。僕は間違いなく女の声を聞いた。なんだか恐ろしくなって、部屋の電気をつけたまま、頭から布団をかぶった。驚きのあまり悲鳴を上げそうになった。びっくりするね。誰からだろう。確かめたいけれど、確かめるのが怖い。僕は、恐る恐る手を伸ばして携帯電話を取った。携帯を放り投げた。じっとしたまましばらく様子をうかがった。でも取っちゃおう。恐る恐る手を伸ばして携帯電話を取った。なんだかんだ俺は出ちゃうな。画面を見ると、代わりからメールが届いている。メッセージ欄には、今何してる？とだけ書いてあった。頭に来て携帯の電源を切った。僕は両手で耳を押さえ、思い切り強く目を閉じた。幽霊に怯える子供のようだが、他に恐怖から逃れる術が思い浮かばない。体を胎児のように丸めながら、僕は睡魔がやってくるのをただひたすらに待った。次の日かな。水曜日、日付が変わった。気力日付に行けばよかったけどな。
僕は午前中の講義をサボって部屋でテーブルに突っ伏していた。とても講義に顔を出せるような心境ではなかった。テーブルの上にはいつものようにいろいろな菓子が置いてある。空腹感はあるものの菓子に手を伸ばす気は起きない。また濃い臭い味がするかもしれないと思うと恐ろしくて何も口にできなくなっていた。おや？菓子の他に一冊のノートがテーブルの上に置いてあった。手に取ってみると表紙にはキャンプ場利用者ノートと書かれている。みんながいたキャンプ場のもののようだ。誰かが持ってきてしまったのだろうか。何気なくノートを開いてみた。たくさんの足書きをぼんやりと目で追ってみる。噂の屋敷に行ってくる。ビールを飲んで盛り上がるぜ。キングたちが書いたのかと思ったが、日付がそれよりも前になっている。さらに参加者の欄を見ると、関東芸大美術学科3年。マサトが言っていた通りだった。関東芸大の学生もキャンプ場に来ていたようだ。しかし、このノートに書き込みをした者と、焼身自殺をした者が同一人物とは限らない。うん。すげえ飛べ。聞くよ、これ。黒い女が見えた。思わず声を出しそうになった。黒い女だって？マサトも同じようなことを言っていた。言ってたね。うん。さらにノートの文字を追った。すると、ノートなしにミミズの張ったような文字を見つけた。あなたは誰？って聞かれた。おお、同じ体験もしているよ。思わず手にしたノートを落としそうになった。あなたは誰？それは昨日の夜に僕が聞いた言葉と同じだ。僕はビジョンなんか飲んでいない。それなのに、どうして同じ声が聞こえたのだろう。これはただの偶然なのだろうか。ノートの一番下には名前が書いてあった。三上良平。三上という男に話を聞いてみれば何かがわかるかもしれない。部屋にアスカが入ってきた。どうした？顔色が悪いぞ。いや、なんでもない。僕の顔を見るのに聞いてきた。無理やりに笑顔を作って答えた。それ、読んだのか。アスカは僕が手にしていたノートを指さした。アスカ。幻覚。アスカは子供の頃、高熱が原因で幻覚を見た経験がある。現実にはいない虫が何匹も飛び交っているのが見えて、熱に浮かされながら必死で追い払おうとしたのをおぼろげに記憶していた。一説には幻覚というのはドーパミン過剰によって起こるとされている。ドラッグによる幻覚症状もそのためだということらしい。アスカには自らすでに幻覚を見ようとする人間が理解できなかった。ほう。幻覚、何の説明なの？結構笑えるから勝手に持ってきた。アスカの体験。黒い女が見えたのかな。バカにした調子で軽く言う。どうやらアスカには黒い女は見えてないらしい。どうしてマサトだけ変な症状が現れてるのだろう。あのキャンプの時さ、アスカ以外はみんなビジョンを飲んだのか。ああ。それじゃあカズコの様子はどう？どうって？アスカは切れて口調、アスカは切れた口調でつぶやく。眉をひすめて首を掲げられた。もう少し具体的に聞いた方がいいようだ。ビジョンを飲んでなんか体調が悪くなったとか。別に腹が痛くなったとかいう話は聞いてないな。アスカの表情を伺いながら聞いた。あさり切り捨てられた。期待したなんだとは少し違う答えが返ってきた。変化ないって。特に心配してる様子がないということは、和子には何も起こってない。和子を見ますね。アスカに一目ぼれしたきっかけ、これいるかな。まあ、和子はアスカに助けられて、惚れたって話ですかね。僕はマサトのことをアスカに話そうと思ったがやめた。相談するのならばみんなが揃っている時の方がいい。でも信じてもらえるかな。おかしなことがあった。
ここんとこ、和子がやたらと手料理を食べさせたがるんだよ。料理なんかしない女だったんだけどな。おう、思い出したようにアスカが口を開いた。のろけという感じではなく、どちらかというとうんざりした口調だった。付き合いが長くなってくると手料理ぐらいは感動しないのだろうか。だけど見た目がいまいちでさ、忙しいってことで断ってるんだ。いくら彼女とはいえあんまりな言い方だ。なんとなくアスカはかわいそうになってきた。正直家庭的なことも付き合ってみたいよ。付き合いが長いってのも一長一短だな。でもそれは変な味がするから、他の料理を食べないようにしてんじゃない。アスカはため息まじにつぶやいた。お似合いのカップルと思っていた二人だが、アスカの今日の気持ちは少し冷めかけているようだ。アスカ見ますか。モテるアスカ。アスカ幼稚園の頃からプレイボーイ。評判は同性からは良くなかった。でも女の子からやっぱ人気なんだよなーって話。中学から和子と付き合ってるかもよ。アスカの愚痴はまだ続きそうだ。彼の話を聞き流しながら僕は和子の弁当を思い浮かべた。確かに彼女は料理が得意というタイプではない。それでもアスカのために一生懸命に作ったんだろう。またアスカだ。アスカの好きな食べ物は、和食、高野豆腐に目がないよ。見た目の文句を言う暇があるなら家族の気持ちを汲み取ってやるべきだ。僕はだんだんと不愉快になってきた。それじゃあ行くよ。今の話家族には言うなよ。話を切り上げるためにも部屋から出た。薄い笑みを浮かべるアスカを残し、さっさと部屋を後にした。部室を後にした。読み間違いがもう多いんだよね。中庭を歩いているとベンチに座っている和子を見かけた。手には小さなバスケットを持っている。どうしたの。アスカにお弁当作ってきたんだけど今日も食べてもらえなかったの。あら、そうなんだ。それは女子として辛いわね。手には小さなバスケットを持っている。声をかけると和子は力なく笑った。なんとなく気まずい気分になった。そのまま歩き去るのも変なので和子の隣に腰掛けた。アスカ、他に好きな人とかできたりしてないよね。あ、何か知ってるの。いや、でもさっきの話を思い出して思わず口ごもってしまった。選択肢ですか。アスカ、浮気なんてしてないって。気になるなら直接聞いてみれば何か悩んでるみたいだったよ。おう、まああいつは浮気なんてしないだろう。ただ直接は聞けないよ。だから今聞いてんだもん。なんか悩んでるみたいだったよ。適当に嘘ついてみよう。僕はさっきのアスカの話を思い出しながら言った。黙っているのもカズコはかわいそうな気がした。カズコのプロモーション。身長が高い。ヒールも履くからすごい目立つぜ。和子の隠し撮りの写真が850円プレミアもので1500円で売られてるよ。なんちゅう話だ。悩んでる？何？そこまでは聞かなかったけど。和子が真剣な表情で聞き返してきた。和子が僕に疑心の目を向ける。知ってるんでしょ？教えてよ、お願い。大したことじゃないって。和子の料理だよ。何？家族の一級に、あ、作ってくれるのは嬉しいけど苦手なものがあるとかだったと思う。家族の勢いに僕は仕方なく白状する。さすがにそっくりそのまま行ってしまうわけにもいかない。そう、アスカそんなこと言ってたんだ。だから浮気とかじゃないと思うよ。それならいいんだけど。うつむきながら暗い声になる家族に慌てて言い募る。和子はそれでも不安そうなため息をついた。私もしアスカに振られたら。和子は思い詰めた顔をしている。なんだかかわいそうになってきた。僕は黙って彼女の言葉を待った。アスカの家の前で焼身自殺でもしようかしら。やら、なんてことを言わないでくれよ。明るい調子で言ったものの目がまるで笑ってない。オーバーの表現をしているのは
わかったが、それでも本気に心配になってきた。焼身自殺で抗議とかする人がいるでしょ。あの理由ってわかる？それだけの覚悟で訴えてるってことなんじゃない？質問の意図がよくわからないまま答えた。そう、丸焦げになってもなかなか死ぬことができない。だから焼かれて死んだ人間はたたるのよ。痛くて辛くて恐ろしくて、そりゃたたるわよ。怖い。急に何の話？静かな口調の中に妙な迫力を感じる。いきなりたたるなんて言われてどう答えていいのか困った。カズコはベンチから腰を上げ、近くにあったゴミ箱にバスケットを叩き込んだ。わかる？ゴー。相手を呪うのなら焼身自殺がいい。不気味なことをさらりと言う。それじゃ。カズコ、やんでるぜ。カズコは小さく微笑みとその場を去っていった。いつもと同じ笑顔なのになぜか背筋が寒くなった。女って怖い。関東芸術大学にやってくると、僕は早速三上良平の知り合いを探した。あ、行ったのね。美術学科の校舎で何人かと話をするうちに、三上の友人という男子学生に会うことができた。三上の知り合い。三上、生きてる？大丈夫？男は僕の顔をじろじろと見ながら聞いてきた。小学生の頃のクラスメートなんです。そう。とっさに嘘をついてごまかした。男は少し困った表情をした。でもちょうどよかった。ちょうどよかった？一体どういう意味なんだろう。三上は日本絵画のサークルに所属していたんだ。そういうと男は僕を部屋、部室へと案内してくれた。何？サークルの部室の中には数点の日本絵画が無造作に置かれていた。どれも三上が描いたものらしい。部屋の一番奥にふと視線がいた。女の絵だった。絵か。黒いけど。見つめていると魂を吸い取られそうな気がしてくる。寒気がしてくるような迫力だ。ん？この絵、なんとなくどっかで見たことがあるような。あ、思い出した。あ、それ？ああ、ぱっと見それには見えんが。あれだ。講義室の机の落書きだ。僕に覚えがなかったんだけど、まなみに僕が描いたと思われたんだ。しかしどうして同じ女の絵が。遺作なんだ。三上、自殺しちまったんだ。うわ。ニュースでもやっていただろう。車の中で体に火をつけたっていうやつ。あ、それか。車で二人亡くなったってやつか。え、遺作？思わず息を飲んだ。さらに予兆をかけるような術を突きつけられた。あの焼身自殺の中に三上がいたというのか。まさか本当にマサトが言っていた通り。いや、結論づける前にどうしても確かめておきたいことがある。それは、ああ、マサトの謎めいた言葉、この絵の女、自殺した時。ああ、確かめたいこと。でも、どれも、知ってるかな、この男の人が。唯一知ってそうなこの絵の女かな。どう、まあ、絵の女に聞いてみようかな。それはこの絵の女だ。誰なんですか？講義室の落書きと関係がある。関係が気になる。そう。あ、知らんかった。どれも知らなそうだけど、結局は。それに遺作というの、遺作ということは、三上の死とも何か関係があるのかもしれない。本当に知らなそうな素振りだ。でも妙な迫力ある。外で書いたとは考えにくい。そういえばあいつの彼女もこれ誰だって怒ってる。その彼女も死んだんだ。石はなんか血みたいなのが。確かに恋人ならそう思うかもしれない。え、あ、ごめん、全然聞いてなかった話。死んだって？心中ですか？かもしれない。
あ、女の人を死んだって言ってた。な全然聞いてなかったわ。なんだ、僕が思ったことを素直に口にしたかもしれない。その含みを残した言葉が気になった。というのも、最近の三上は確かに変だったけど、彼女に全くそんな様子はなかったんだ。彼は未だに三上の自殺が腑に落ちないという様子だった。無理心中の類だとしたら何か彼女と揉めていた可能性もある。ビジョンが自殺の原因だとは言い切れない。でもどうして最後にあのキャンプ場にまた行こうとしたんだ。あの、それって心霊スポットで有名な。ああ、なんで知ってるの。キャンプ場か、また行こうとしてた。僕は慌てて聞いてくる様子には彼は面食らっているようだった。三上にはもう一度キャンプ場に行かなくてはいけない理由があったんだろうか。キャンプ場、ビジョンを飲んだ場所が三上の死に何か関係しているとしたら、もう認めざるを得なかった。マズドが言っていることは正しかった。ということはビジョンを飲むと本当に呪われるというのか。それじゃ手伝ってくれる。男は三上の作品を見回しながら言った。どうするんですか。三上の両親から作品を全部処分してくれって頼まれたんだ。あ、そうな。僕は言われるままキャンバスを両脇に抱えた。それでもさすがに女の絵は気味が悪くて持つことができなかった。怖いよね。僕たちは三上の作品を校舎裏へと運び出し、焼却用のドラム缶に全ての絵を放り込んだ。もしもだ、更衣室の机の落書きを書いたのが僕だったとしたら、三上と同じように焼身自殺をすることになるのだろうか。そんなことあるわけがない。あるわけないが、燃えていく女の絵を眺めていると言い知れぬ不安が次々に込み上げてきた。うん、怖いね。謎になってきたね。まあちょっとキリがいいんでこの辺にしておきますかね。あらら、ちょっと真相にわからないまでもちょっと近づいてきているのかな。まあこの辺で、ご視聴いただきましてありがとうございました。ひょこまでした。さようなら。